き何読んで作った？説明文読んで作ったよね。うん、説明文のどんなところが分かりやすかった？作るとき渡辺さん、番号、あ、番号、番号ごとにどうなってた？1なんだっけ、各1これバネを作る、括弧2これバネを取り付ける、括弧さん記述記を取り付けるね、作業ごとにまとまりができてたよね。うん、そうだね、今いくつか工夫ができてたけど、そういうところがもしかしたらこれから大事なポイントになってくるかもしれない。どんなさ、おもちゃを紹介してみたいかなっていうのをちょっと考えてみよう。はい、車をかけると出てくるの？びっくりするね。みんなからね、いろんなアイデアが出てきたんだけど、実は先生も引き続き作った後、モネが作りたい作りたいってなって、おもちゃね、ちょっと一個作ってみたんだ。一個作ってみたの。ちょっと何を作んだの？ずるい、最初に作っちゃってずるかった。何作ったの？じゃあ先生、そのおもちゃの作り方を説明してもいいですか？聞いてくれますか？はい。ブンブンゴマというのは、ビュンビュンゴマ聞いたこと、あ、知ってるぞ。これはおもちゃです。あ、引っ張ると回るやつだ。これ俺が回る、みんなビュン、それでビヨンって伸ばすやつ。まず材料は工作用紙1枚、はがきぐらいの大きさ。タコ糸1本、長さ1メートル。実はね、先生みんなの前で話すの緊張しちゃって忘れちゃうかもと思ったので、こういうの作ったんです。どういうの？どういうの？でもやった、うん、これ上からまず、そして一番下に、そして次の長の言葉。今この原稿を渡すので、先生が説明した中の説明名人の工夫、この中から見つけてほしいと思います。説明名人の工夫としたいと思います。